さけずエントリー受付中です。はい、おはようございます。坂田の馬場金銭三角です。はい、おはようございます。いやどうですか、体調は。体調悪いね、良くないね。体調、皆さんどうですか。正月、年末年始頑張りすぎてちょっと疲れが出たんじゃないですか、皆さん。あ、多分それでしょうね。ほっとしたらやられたって感じ。完全に、まあ水曜とか完全にダウンしてたわけですから、はい、おかげさまでカンコレのアニメとか見ちゃいます。お、まだ見てないな。いやなんか、うん、おいい感じの昭和テイストですね。マジで、ええ、ドーンドーン言ってる感じなんですよ。言ってる感じで、あれだよ、音楽知ってる人が作っててびっくりっていうね。あ、そうなんですか、うん、亀岡さんとね。あ、いや、まあまあそんな話は置いといて、まあ、そんな話はフルオーケですって。でもフルオーケ、フルオーケですよ。フルオーケストラですよ。え、カンコレ、カンコレ金かかってますよ。金かかってますね。金かかってます。もう完全にあの会社あれですね、金の使いどころをか考えてる余裕ない。ない。あ、使えるところ使ってけみたいな。どんどん使っていこう。音に金かけていきたい。あ、いいですね。これあれですよ、多分オーケストラコンサートやりますよ。やるんだ。いや、わかんない。モンスターハンターみたいな感じでやりますよ、多分。下手したらモンハン、そんな勢いですよ。フルオーケストラ、本当に公共組曲ドラゴンクエストみたいな。そうそうそう、そんな感じですよ。車の CM とかになりますよ。今考えるとあれもおかしな話ですよね、公共組曲ドラクエ。M 響ですよ、M 響。M 響ですよ。今でもあれですよ、一番ドラクエコンサートでやっぱいいのが、東京ですね。あ、東京都交響楽団、確か東京で。あ、あれ、M 響はもう使ってない。 M 響もやってると思うんだけど、まあなんかいっぱいあるじゃないですかね、新日本フィルダー、日本フィルダーって。中でもやっぱ東京ですって。 あくまで国内、はい、あくまで国内。ね、ベルリンフィルハーモニックとかそういうところでは言ってない。やっぱ意思の疎通という意味で考えると、一番東京と、あれですよ、先生の杉山先生の、杉山先生の相性がいい。あ、なるほど。一番ということですよ。一番楽団内にゲーマーが多い。ああ、東京いいみたいですよ。というわけで、エントリーの方を受け付けております。はい、どうなんだろう、これで締め切っていいのかな。これで締め切っていいのかな。締め切っていいのかな。現在は、4番誰ですか。右京さん。あ、右京さんですね。右京さん、はい、で、微分、クリスキーネ、ガロゴ、仏像。あれ、ジョニキは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 ラブライブで忙しいから出ないらしいですね。ジョニキは剣に入る。ラブライバーですか、ね、ラブライバーですか、ね、ラブライバーなら仕方ないな。ラブライバーはしょうがないですよ。仕方ないな。それならば仕方ないな。もうちょっとスピーチからアウトですからね、この人が。そうですね、確かに。あれ、エアガイツ仮面も腕組み状態。あ、ラブライバー。ほらわざわざ見せてきてる。わざわざ見せて。どんぐらい、どんぐらいの。全然やってないの。あ、今絶賛再放送中。再放送中らしいですよ。そう。俺も今グラブルイベント真っ最中なのに出るんだよ。はい、囲い部ですね。しかもあれだよ、箱いべ2つ並行だよ。どうすんすかあれ。アイマスやってたでしょ。え、アイマスはやったでしょ、コーリーさん。アイマスやってないよ。あ、やってないんだ。あ、やったけど、グラブルの得点を取るためだけにやったから。ああ、なるほど、で、多分月末にか、同時代終わっちゃったよ。お大丈夫か。ゲームオーバー。ちなみにグラブルの話はやめます。やめましょう。俺正月のガチャ大爆死したんで。うわ、はい、うわ。あ、まあまあお互いにね、俺もね、
え、出てるじゃん、SSR。 あなた出てるじゃない。はい、俺、召喚石 SR だけですよ。え10個バーって並んで1個茶色のポーンで、あ、なんだろうなと思ったら召喚石。もう絶対信じない、あの場合。あの 6% だ、確率 6% 超出るよ。おかしいよ、そんな出ないの。まあ実数ね、うん、実数6万円分ぐらいぶっ込んで、はい、出なかったですからね。はい、それはやばい。はい、あ、多分あれだよ、あのチーターだからだよ。ああ、チートしてないからね、チーター。それなんかね、あの違法的なことをやってるからね、わかるんですよ。違法してないですよ、これは。本当これはしてない、大丈夫です、ね、ボット的なもあのボットとかやってたのは合います、合います。 あれは綺麗にバンされました。綺麗にバンされて終わりますよ、ね。はい、あの2年間経っても、はい、溶けないバン、溶けないバンが永久です ね、ね。あ、みーちゃんいるよ。リアルバウトだよ、リアルバウトだよ。お、誰ものじ合いやってないよ、リアルバウト。リアルバウト今ならできるよ。アキラ出る？飲み行くな？の、ゲセンを待ち合わせる場所じゃねえぞ。え？ラブライバー行くって。ラブライバー飲み行くって。ねえ。ばあちゃんやろうよ。ばあちゃんやるよ。ボンさんいたよ。ボムさんいるよ。え、何強いんだっけって。誰、棒持ってんのが強いんじゃねえの。棒持ってんの強いよ。前も強いよ。前も強いよ、確か。兄弟はね、兄弟強い。兄弟強いけど、ね、なんか覚えなきゃいけないのあったような気がする。結構ね、めんどくさいかもしんない。やると強い。簡単なのはマイとか棒とか、あと何、キム、ずっと座ってればいいんじゃないかな。ずっと座ってるといいんじゃないかな。あ、じゃあなんかね、うん、なんか完全にノジアイやってないけど、とりあえず抽選始めますよ。抽選始めますよ。いいんですか。なんか人多そうで少ないこの高田馬場ゲーセン。みかみんな飲み行くんだって、ね、飲み行くんだって。大会やってから飲み行けよ。そう、バーチャーやってから飲み行こうよ。うん、バーチャーだぞ。 ランキング落ちるよ。なんだろう、前何しないの。俺前使ったことないんだけど。俺マリーとダックしか分かんないんだけど。どっか A から C に繋がるって。おお、ほんで龍炎武で龍炎武。ああ、だってもうちょい距離だね。コマンドね、あの前斜め下、前斜め下前の BC、うん、よし、今出し放題。 BC、 うん、 B プラス C、 B と C 同時、前後ろ前、前斜め下前。前残影拳みたいな感じ。そう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 、前残影拳出しとく。ライン移動されなきゃ出しとく。確かそうだったと思う。で、潜在も同じコマンドで C だけだったよね。あ、いい感じいい感じ。でも
お、そう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 、レオタードはあのライン奥も大丈夫。あ、いける。で、このゲーム消費超減るから。さあ、さあ、やった。抽選終わりました。はい、じゃあリアルバート抽選終わったよ。じゃあやるかね。やりますか。やろうか。兄ちゃん大丈夫？じゃあね、最初クリスティーネ・ゴータと山田シロ、じゃんけんだけしといてください。はい、山田さん、あ、山田さんいる。山田さんいる。クリスティーネ。クリスティーネ。あ、いた。あ、いたいたいた。そっちだった。今日なんかでもあれだよ、ちょっとキャラバラエティに飛んでる感じだよ、みんななんだかんだで。おお、クリスティーか。はい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 。ガロス、あ、今日リアルバートです。じゃあ現在設定間変更中です。よしよし、ティーントン。じゃあやりましょう、リアルバート画廊伝説。はい、犬のおまわりさん杯5、リアルバート画廊伝説大会始めていきまーす。最後、まずは0回戦、クリスティーネ・ゴーザー VS 山田翔。なんと本日は全国各地から予選を勝ち抜いた9名が、ええ、今、高野馬場ゲーセン帝に9名って9名って、いや、まあ予選勝ち抜いた9名、予選勝ち抜いた、厳しい予選を勝ち抜いた9名が60億分の1を決める戦いですよ。まずワンピー側が、こちらクリスティーネゴーダーですね。クリスティーネの弟、そしてあ、てか山田翔総括、うん、てかこのね、この人ガチでやったからね、俺狙ってないからね、いつも。なんでまた微分化ロボとかになってた。本当だよ、で狙ってないからね、これ狙ってないよ。さあ、山田志郎の総括と、ワンピー側が天気弟ですね、弟ー、天気弟クリスワープを使って、おっおっと、おー落ちたー。谷へ帰るんだ、谷へ帰るんだ、お前にも家族がいるだろう。タランス、さあこのゲーム一度壊れるともう壊れたまんまですよ。奈落が待ってるよ、奈落が。あ、これは押していく、あ、押していく、逆に昇竜で取って、さあ距離、この距離、距離取ってワープ2回で近づくが、これは反撃あります。さあ上から振ってくる、おー、まあ、ワープあるから逃げやすいですね、大丈夫ですね。さあ渡辺攻撃、渡辺攻撃、反撃できます。ペンギンからよし、さあパワースラム、3A パワースラム、中段ナイスガード、すごい中段しっかりガードしますよ山田師匠。ザマギブチスタンド攻撃、ワープ裏から、これからパースラム、ダメージ取って、タイマー残りわずか、巻き菱尺上、体力ほぼ五分払っていく。あ、さあどうだ、あワープで上から、危ない、しかしタイムアップ、これで弟一本11、サブリーチ左側空いてますよ、谷底いますね、谷底、谷まだ空いてますよ、谷まだ空いてますよ、そこ空いてますよ。さあ対空がため、はい、逆に、逆の谷、
お、お、エレベーターアクション、エレベーターアクション、どうするエレベーター、巻き虫、巻き、この地味な巻き虫、地味な巻き虫で減らす、巻き虫じゃあれっすね、ダメージ取んないですね。でもあの巻き虫で多分エレベーターダメージあるんですか。ペンギン波動はあるんですよ。ペンギン波動はありますね、はい、さあ青ロジンケン、体力が切り入った、切り入ったけど着上で近づいていく、ワープ下段からの、さあ綿埋め、危ないぞ山田四郎、危ないぞ、さあ勝ったの山田四郎、山田四郎総角見事。じゃあ微分対ガロボ、いきなり何これちゃんと抽選の、ちゃんと抽選アプリ使った、抽選アプリ使ってますよ、使ってほら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 使ったのに1回戦から微分ガロボ、またまたというかギルマンさあ、ワンピーガーがガロボー、今日はなんとフランコバッシュで、ビブンがマイと、ビブンがマイちゃん、さあ、ガロボーバッシュどうなんでしょう、かなり気になります、課長戦、さあまずは距離を取り合って、お互い触り合う感じ、地下鉄ですね、アンダーグラウンド裏からダブルソング、キルキル蹴っていく、もう届かぬ思い、この距離感が結構難しい、さあ、ゲージ溜めてんのかな、ナイスコー、ゲージはもうすでにマックスですけどね、見せ技ですかね、見せ技です、俺の足を見ろ、俺の足を見ろ、ナイスコー、ナイスコー、おー、レオタード、レオタード、お、これで逃げる、逃げる、タッキングのような技で逃げる、おっとー、下段から寄せた、ビブン、さあ体力、タイム、わずか、ダブルソング、4、しかしもうこれで私はこのまましゃがんだままでこの後だ、タイムアップ、まずは1本ビブン、マイ、さあしかしゲージマックス、ガロボー、ロンツ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 ー、ロン、さあ挑戦、打っていく、さあそこに突撃で近づいて下段固めたい、何かを通していきたいが、おっと落ちるぞ、落ちたもう微分勝利、微分勝利、マジかよマジですいや電車が遅延しましたよ、またこれ電車遅延ですよ、賠償ですよ賠償ですよ、高いでしょ、人心ですよ、ブリマリーとミーちゃんの前、はい、ブリマリーとミーちゃんの前、さあワンピーガーがミーちゃんの前、いくらでしたっけ、2000万円ぐらいでしたっけ、結構いきますよ、あれ結構いきますよね、やーべー、いやなんかもろかったっすね、人書きがね、えかなりもろ、あでも結構強力なのを食らってたっていうのもありますけどね、おっとっとおっとっとっていうね、落ちた人たちも含めてですからね、さあワンピーガーみーちゃん、ツービーガーブリマリ、ワンマゾマイ、みーちゃんは先ほど初めて触りました、どうやるのこのゲームそれに対してブリマリどんな攻めを見せていくのか、ナイサー、しかしちゃんと連携入れてますね、 AC リエフ、おっとしかし体力リード、ほぼ互角、これで互角、上から降ってくる、あの技は辛い、難しいよ、マッチャンから、おあ、繋がってるよ、繋がってるよ、いいよ、もうヒット、燃えろー、おーいいぞ、いいぞ、いいぞー、おー、みーちゃん、やりおった、やりおった、浮いてるよ、布が浮いてたよ、今、赤い布が、赤い布、今度はそっち壊しに行く、今度こっち、これありますね、やっぱこのゲーム、ありますね、このゲームいいですよ、このゲームありますよ、富士ヶ谷でーす、コマンドさんの名物、スタンガンの裏剣、非常な裏剣、あれ、長い、強い、痛い、カチン。コマンドさんのメールスタンガン、ケツ、ケツです、ケツです、今度はケツです、赤い布かケツかどっちかです、さあ今度はどっちだ、いやそっちは空いてるよ、裏に回って
さあちゃん、さあガーキャンで出していく、裏に回ってガードしづらい、やべえ、知らないぞ、やばいぞ、いやバックドロップの勢いでフェイスロック、上田つかで燃えろ、初段のみです、当たり当たり、初段のみでもガードされてもあのノーリスクだから大丈夫、打っていこう、大胆に打っていこう、これ打ち放題なんだっけ、打ち放題です、打ち放題です、赤いと打ち放題、赤いと打ち放題、赤ければ打ち放題、ほら壊れるぞ、あるぞ、あーだと思ったよ、難易度だったんです、だと思ったよだと思ったよ、うわー、キャリバーセリングアウトで負けます、キャリバーセ美味しいです、じゃあ慎吾と右京、さあ慎吾 VS 右京、さあ、ワンピーガーが右京で、ツーピーガーが慎吾、98で。いやー、そりゃ避けますよね。そりゃ避ける。避けますよ。うん、そりゃ避けるよね。はい、だよね。ですよねーって。A ボタンでパンチキック攻撃、B ボタンでもパンチキック攻撃、D ボタンって何っていう、そういう話ですよね。避けるよ、ね。避けるよ。避けるよね。さあ、ワンピーガーが右京の上東、そして、ツーピーガーが慎吾。アンディ、アンディ、あと裏表が分かりづらい、さあラインをうまく使って、さあ上から国宝と忍術を組み合わせた全く新しい格闘技、アンディ、でもだんだん国宝忘れかけてますよ、国宝でも初めてだよね、アンディが初国宝だよね、初国宝ですね、みんな大体みんなアンディか重心サンダーライガーかどっちかだよね、国宝といえば、あとは何、破壊王乗り高とか、ああそっち、そっち、そっち、それくらいかな、コッポーって、あれもコッポー使ってたっけ、あれコッポー、あの小艇がコッポーだから、あ小艇がコッポーだから、そう使ってたんだよ、ボクサーと戦う時に確かね、さあエルメタクション、おっとこれは、あおーよくーよく逃げた、ナイス逃げ、とにかくハリケーンアッパーがあの高さで避けれるんだね、ハリケーンアッパー、あれ赤い判定不思議だね、ハリケーンアッパー、まあちっちゃくなってますね。ね、相当。はい、もうおお上から降ってきた。右京勝利おめでとう。そして山田四郎と仏王。はい。さーて。ワンピー側が山田四郎の総格、ツーピー側が、仏像仮面のダック、まあ、明日、明後日とエアガイツ世界大会、帝大賞とエアガイツ世界大会、こちらの方ネキドロフトの方であります、大久保の方であります、まだ若干エアガイツ世界大会の方だけチケット余ってるのかな、帝大賞の方はちょっともうチケット完売してしまいました、まあ中の模様がちょっと配信すると思いますので、来られなかったらもうちょっとそっちをお楽しみくださいと、さあそういうことで、なんか大上がりだな仏像、お山田四郎が返していく、まあ厳しい、とりあえず山田四郎のターン、分身出して、あこれ投げて死にたいだろ、あれさあスタンド3列拳、あ削り、さあ1本目山田四郎、さあ裏拳からスタート、尺上を使って対空で、さあ中段ローリングめくりからのジャクジャク、あーラビン・ユーは投げられる、さあ押し付けてジャクジャクが、これつながってない、さあさあスタンド3列拳、なんでつながないの、いやだく、さああこれあ危ないよ、賠償金の話になるよ、さあリバーサル、あーいやー最後ブレイクファイナル明らかに仕込んでいたけどなぜか出てなかった、
山田志郎の勝利。ブレイクスパイラルが出ない量にかかってます。ビブンとブリ、はい、ビブン選手とブリマリー選手。いやいや出ないね、出ないね、今日も出ないね、今日も出なかったね今日も出なかったよっつって今日も ローリングから、じゃあコパンから膝がつながんなかったよ今日も。あさあマビがビブン、そしてツピガーがブリマリー、ビブンマイバーサスブリマリー。2回戦ビブンは先ほどガロボースランクを倒して2回戦。さあこの距離お互い距離を取って攻めて、つながってる、ありがとうおっさんが、おっと燃えろ、カプチンは飛び越えて、おー繋がってる、繋がる、痛い痛い、コパンから繋がります、コパンから繋がります、あー痛いぞ、スタンガン、そっからおー入った、ピヨッタ嬉しい、十字固め、仮面にダメージ与えていかない、仮面ダメージ与えていきますね、地味に与えますね、あえてたまに落ちますからね、ああ下手すると、まああの状態だったら大丈夫、まああれでやったよ、シャルミダンス、おっと勝ちにした展開重視、おっ裏剣、さあ勝ち戦、勝ち戦が飛んでくる、この距離お互い距離取り合って、自分は距離を取る、しかしそれに寄っていくプリマリー、いい女燃えろ、リンダーカッチンは、カッチンが超えて、おーしかし下からスタンガン燃えるぞ、燃えた、燃えてゲランナイスカード、また燃える、燃えて削り OK、 結構距離が離れます。さあとりあえずどうする、12秒タイム少ないぞ、あー危ない危ない、近くあるぞ、上からカッチン、まだしかし一発相手もわからない、私はこのまま終わりでも構わん、はい、おーこれでビブンが1本返す、いちいちマッチポイント、さあラウンド3ファイト、カッチンでカッチンでいく、カッチンでこの距離は怖い、そうちょっと開けてカッチン、これが非常につらい、あるか、あ壁があるか、壁が危ない、きしんでるぞ、壊れてるぞ、あるぞ、尻か尻なのか、しかし、あーちょっと早かった、ちょっと早かった、出した体調いい、あーいやあるぞスタンガン、あーいったー、尻でした、尻でした、右京と山田志郎、さあ右京 VS 山田志郎、ワンピー右京、そしてツーピー側が山田志郎の総角、右京の女王、ツーピー側山田志郎、ボタンの配置を確認して、いよいよベスト4、勝てば決勝戦、女王 VS 総角、山田志、右京 VS 山田志郎、相手のパップ、ムエタイなのか坊さんなのか、坊さんなの、何なのこの人、坊さんなんで、坊さんなの、何だろうね、生臭系だよね相当な、なんか結構結構ね、でもちゃんと巻き菱だよね、巻き菱でも巻き忍び忍者やっぱり、でもあでもなんかあの高野山の裏の方とかにいそうだよね、あなんかね修験道とかさ結構ね、なんかよくわからないジャンルになっちゃった人、そう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 、うん、あのこれあんまし出さないけどちっちゃい双角とかも出るでしょ、これああちび側みたいなのが、さあそんなこんなで体力はとばすか、お互い中段ナイスカード、しかし尺上フォローもしっかり、ザロンズまずは山田白一本、
ビリーがジョーがやってくる。ナッパー燃えていく。さあこれからのこれエレベーターあるぞ、エレベーターあるぞ、エレベーター。しかしまだ投げるもタイは入れかず、あれ危ないですよ。出すとナッパー、ナッパー着上からスタンド、ナイスなコンボ繋げていきます。そして駒投げ落ちてくる、裏回ってさあ体を入れ替えた、まあ、厳しいを巻いていく。いや、いい動きします。着上が置いてある、いい距離、距離の感覚素晴らしい。さあナッパミドル、ロー、ロー、ミロー、ハイ、ミドル、ロー、ハイ、ミドル。さあこれで 1-1 最終ラウンド、ファイナルラウンド。さあ決勝で待ってるのはブリマリー、ブリマリー。ここにたどり着くのはムエタイなのか、それとも忍者みたいなボタンなのか、よくわかんないジャンルの、よくわかんないジャンルですね、新ジャンルですね。忍術と坊さんを、忍術と密教僧を組み合わせた全く新しい競技。忍術なのかな。でもまきびしだよ、まきびしだよ、まきびしだよ。やっぱ忍んでんじゃないかな、やっぱり新宿とかで爆発消えてる人かな。それ系、それ系か。さあが、おっと割れた、谷への道が一直線、さあ空対空、山田志郎上がってくる。じゃあ決勝戦です。さあブリマリーと、山田志郎総角、総角ゲームオーバー。望月流、やっぱ忍術じゃん、望月流忍術。あ、そうなんだ、そういう設定なんだ。知らぬい、うん、知らぬい流と敵対してるんだ、はい。さあそれではなんだっけ、犬のおまわりさん杯、犬のおまわりさん、第5回犬のおまわりさん杯、リアルバウト画廊伝説決勝戦始めていきましょう。行ってみましょう。最後決勝戦、ワンピーガーが山田志郎総角、ツーピーガーがブリマリー。さあ望月流忍術なのか、それともコマンドサンボなのか、坊さんなのか、スタンガンなのか。そうか、まずはスタンド、スタンド攻撃。いやいや忍術だからスタンドぐらい呼べないとねっていう。そして中段当たる、おっとおっとっと状態直前、スタンドやら分身やら、分身やらいろいろ使っていきます。望月総角、明らか望月流の方が強いよね、望月流の方が出せること多いよね、はい。おっ中段当たる、そしてスタンガン、ありがとう、俺のコマンドサンボはしびれる。さあ裏回って、さあめくりからの当て身を仕込むが、おお見た、おおシャルウィダース、これで一発逆転。踊りましょう、減るんです、超飛なんで、超飛なんでね、ガフなんでね、減るんです、移動投げなんです、超飛がいい技でしょう。お空投げ、上から降ってくる、忍者ですからね。そしてアルビダンス、あ駒投げ返していく。さあ奥から失礼、あーっと、その距離危ないぞ、危ないぞ、危ないですよ、お下がりください、白線の内側にお下がりください、危ないですよ。さあこの体力、しかし先ほどの一発がある、おっと挑発を入れていく、かかと来る、おお呼んでいた、潰していく、呼んでいたぞ、おおリンガー。さあまずは遅延、一遅延、一遅延、さあの上りが、上りが、上りが遅延しましたよ、はい。今度は下りだぞ、中央もなんか来たけども、ナイスタイク、裏回って、さあ 1-1 最終ラウンド、スライサー上からナイスタイク、さあしかしスライサー入る、下段上下と打ち上げていく、左側空いてるぞ、しかし入ってる、怖いぞ、右側ダメージ入ってるぞ、
どっちも怖いぞ。しかし怖いのはこっちの方、上からダメージが。ナイスタイク。しゃくじょう怖い。近づけない。おっと電車来てますよ。電車来てますよ。お下がりください。白線の内側にお下がりください。内側ってどっちだ。といったところでプリマリ勝利。さあリアルバウト優勝はプリマリー。さあ放送席、放送席、勝利者インタビューです。はい、おめでとうございます。あ、ありがとうございます。あ、カメラカメラカメラ切り替えて、はい、改めておめでとうございます。ありがとうございます。いや、今回戦い振り返ってどうですか。いや、地球の平和守りました。地球の平和守った守りきった、はい、コマンドサンボで、はい、もう嘘くさいコマンドサンボで頑張りました。嘘くさいコマンドサンボで今日戦って結構やっぱり厳しい戦いとかありました。もうほとんど全部、ほとんど負けそうなところからちょっとのほとんどの差で勝っただけなんで、はいはいはい、もう運が良かっただけです。運が良かった、まあ、愛のあるやっぱりこうね、マリーというキャラなんですけど、マリーの強さってどこなんですか。やっぱガード負荷の技がいっぱいある背が低い、お手軽な連続技。お手軽な連続、結構おすすめ系。じゃあ、いや、私このゲームでこのキャラしかほとんど使ってないので、はいはいはい、他のキャラが使えないっていうそういう弱点が、そういう弱点がある。自分に他のキャラでやってる時はすごく弱いんで、はい、なるほどなるほど。それもなんか強くなりたいなと思います。皆さんの、はい、まあ、確かに他にもいろんなキャラを、はい、じゃあ今後の活躍も。お、そういえばペヤングは怒られたので、大道さん提供の泡立つデミタスエスプレッソ一箱を、一箱一箱プレゼントです。大道さんありがとう。どうぞありがとうございます。飲んでってください。飲んでください。ということで、犬の周りさん、はい、リアルバートガロ伝説優勝はブリマリーでした。おめでとう。ありがとうございます。ワンケースになったの。え、ワンケースなの。え、だってちょっとあと、あとで見てもらえば分かるけど、まだあるよ。おお、表に出てるのが全てじゃないからね。何なの。倉庫にもあるからね。大道さん何なの。大道さんいっぱい余ってるんだって。あれ、大道さん優しい。音がしなくなるまで振ってくださいね。はい、はい、もうなんかみんな飲み飽きてて、はい、どうぞご自由にって言っても誰も取んなくなってしまったという。あら、まだ俺は取るよ。あ、取りますか。はい、俺取る、取る。まだありますよ。あ、じゃあいただきます。あとでいただきます。ということで、リアルバート終わって、この後はもうみんなやってますね。バーチャー3です。バーチャー 3TV です。ちょっと休憩した後、バーチャー3の大会をやりたい。あ、ランバトをやりたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。では一旦切ります。お疲れ様です。